おやおや。あなたでしたか。お久しぶりですねー。どうです、体調の方は。あまり無理はなさらないでくださいね。私が語る者たちの仲間入りをしてからでは遅いですから。ところで、もうすぐ春ですよ。だんだん暑くなってきますよ。でも、真夏の田んぼ道はとても風情があっていいですよね。ああ。懐かしい風が吹き抜けていきます。さて、まずはこんなお話を。荷物を片付けるため、夏の暑い日に久々に、母方の祖父の家を訪ねた。と言ってもその家はすでに誰も住んでおらず、私一人だけでの作業であり、無駄に広い家のため、なかなかはかどらずにいた。中でも、この家で一番広い部屋には、大きな仏壇が置いてあった。長い間手入れをしていなかったため、埃まみれであったその仏壇を移動させなければならなかったが、あまりの汚れ具合を見かね、あまり使っていなかった雑巾で周囲を丁寧に拭いていた時だった。仏壇と壁の間には、画鋲であるとか、その他ゴミがいくつか挟まっていたのだが、そのくらい隙間から一冊のノートが挟まっているのが見て取れた。重い仏壇を一人で抱えるのは容易ではなかったが、それでもなんとか手を入れるほどの隙間を作り、手を伸ばしてノートを取るのだった。かなりの年月が経っていたことがわかる。土色に変色していたり、シワだらけであったり、どう見ても丁寧に扱ったものではない。目を引いたのは、ところどころ赤黒く変色した部分があることだった。そのシミは表紙だけでなく、表紙をめくった中にもある。瞬間、これは長い年月によって、変色した血液ではないのか、との思いがよぎった。しかもこれは、まるで血液に浸されていたようなシミのつき方であった。ひどく不快な気分、あるいは得体の知れない気味の悪さを感じたが、興味もあり、ページをめくっていく。中は墨で書いたと思われる、文字になりきれていない複雑な線と、意味不明な絵が描かれ、そして赤黒いシミによって塗りつぶされていた。祖父は私が10歳の頃、亡くなっている。祖母は90は超えたであろうが、体も弱り、認知症もあるため、ある施設にて過ごしている。と言っても、もはや歩くこともできず、寝たきりで死を待つのみ。言葉もなく、起きているのか寝ているのかの区別も難しいほどだ。もはや祖母もこの家に戻ってこれるわけもなく、処分しなければならないということになり、それに先立って私が荷物の整理を任されたのであった。ノートのことを母に尋ねるかどうか自問したが、このような気味の悪いもののことを親族に尋ねるのは躊躇した。親族であるからこそ、知らない方がいいことだってあるだろう。おそらくまともなことを言いはしないだろう。そんな気がした。話を聞けそうな人の当てはあった。近所に面識のあるおばあさんがおり、やはり結構な高齢であったが、未だ現役で畑仕事をされており、しっかりした様子の人だ。昔からこの土地に住んでおられ、私が子供の頃はお世話になっていたものだ。大人になった今でも、会えば挨拶は必ず行っていたし、おそらく何かしら知っておられるだろう。日は傾き、畑仕事を終えて家に戻っている頃合いを見て、おばあさんの家を訪ねた。久々に会って話をするのだが、私のこともしっかり覚えていてもらえており、祖母の近況を交え、ことの経緯を話すのだった。ノートを見せると、やはり不気味さが先に立ち、おばあさんにも心当たりはないといった様子であったが、しばらく眺めていた後で、思い出したように話をしてくれた。次の通りだ。祖父の親、つまり私の曽祖父は、祖父が若い頃に両方とも亡くなっており、また、修二という弟もいた。修二さんは生まれついての障害があり、耳が不自由であった。当然言葉にも不自由で、それに伴って、先天性か後天性かは不明だが、精神的にもおかしなところがあったという。祖父は修二さんを一人で育てていたが、コミュニケーションが通じにくいことと、気候が目立つようになり、
目を離せず、仕事も満足に行えない生活で、徐々に疎ましく感じていったという。修二さんは家に軟禁状態で、自分の意思や感情を伝えようと、一生懸命ノートに書き記していたという。ある日、事件は起こる。修二さんは当時飼っていた鶏を一匹残らず釜で殺した後、自身の両耳に箸を突っ込み、死に至ったという。箸は耳を抜け、ハンマーで叩いたように、頭蓋骨を貫通し、脳まで達していた。耳はもちろん、目、鼻といった部位から、おびただしい出血があったという。祖父の証言によって、修二さんは自殺ということで処理されることになったが、自ら望んだ自殺であったか、狂った末の自殺であったか、あるいは他殺、つまり祖父が殺したのではないかと当時近所では噂されていたという。つまり、おばあさんの話では、このノートは修二さんのもので間違いないだろうということだった。日が暮れ、祖父の家に戻った私は、このノートをどう処理するべきか思案した。そのうちに慣れない肉体労働の疲れが出たのか、明日でも構わないだろうと考え、そのノートを枕元に置き、床に着いた。すぐに眠りについたが、どれくらい眠ったのだろう。物音に気づき、目が覚めた。ガサガサ。カリカリ。そのような音だっただろう。何かが這うような物音だ。そしてすぐそば、枕元でそれは聞こえるのだ。そのあたりから生温かな空気も感じる。暗闇の中、ようやく目が慣れてきた頃に、それを見ることができた。修二さんのノート、そのノートから細長い腕が、一本上に向かって伸びていた。まるで、植物が自然に生えているようであり、そしてその腕は肘を曲げ、畳をかきむしっている。ガサガサ。カリカリ。爪を立て、畳をかく音であった。う。ああ。布団から飛び起きると、おそらく腰が抜けていたのであろう。立つに立てない。転がるように部屋の隅へと逃げた。感じたことのない恐怖でパニックになっていたが、その腕の行方を見ずにはいられなかった。腕は先ほど私が眠っていた枕まで到達していた。そしてそのノートからは、二つの目が覗いていた。徐々に、頭全体が見えると、おう、おう。口から、音にならない声が低く、響く。何かが口のあたりから吐き出される。おそらく血液だったのではないだろうか。そのあたりで私の記憶は途切れている。気を失ったようだ。目が覚めると、そこは体に馴染んだベッド。誰かに運ばれたのだろうか。実家に戻っていた。何があったの？母親はそこにいた。何が？って？何もなかった？そう聞いて、母親の表情を伺ったが、その夜にあったことを証明する痕跡、血痕や畳を引っかく跡などを、母親は見ていない様子であった。そうだ。ノート。部屋にノートはなかった？尋ねる。何もなかったわよ。連絡がないから、心配で言ったら倒れているから、心配したわよ。私は頭が混乱してきた。夢だったのか？真実なのか？もう一度言って確認する必要がある。疲れはあるものの、体に異常は見られない。その日はそのまま朝まで自宅で休み、翌日に再度祖父の家に向かった。今度は母親と一緒だった。自分が眠っていた、そしてあまりの恐怖に気を失ったその部屋には、ノートや血痕といったものは見つけることができなかった。布団は母親が片付けたという。いぶかしく思いながらも、母親の力を借り、片付けを終えた。それから半年余り経って、祖母が死んだ。寝たきりになってからは、私も母親も心のどこかで覚悟はできており、それほど悲しくもなく、葬儀は祖父の家で行われた。あの時の奇妙な経験はすっかり忘れていたのだが、祖母の死により、祖父の家に訪れたことにより、再び思い出してしまった。ふと、ノートを見せたおばあさんのことを思い出した。あのおばあさんにノートを見せ、相談したことすっかり忘れてしまっていた私は、
おばあさんにもう一度話をして真偽を確かめたい。そう思わずにはいられなかった。古くからの付き合いがあるおばあさんだから、もちろん葬儀に来られているだろう。もし来られていなくても、近所なのだから、訪ねてみてもいい。そう思い姿を探したのだが、どうにも見つからない。母親に聞いてみることにした。近所に畑仕事していたおばあさんがいたよね。あのおばあさん今日来てないかな。すると母親から聞いた言葉は驚くべきことだった。ああ、あのおばあさんはもう亡くなったでしょう。何年前だったかね。5年くらい前かね。葬式には出られなかったけど、確かそうよ。私は何が何だかわからなくなったが、続けて聞いた言葉はさらに驚くべきことだった。近所の人はみんな知ってるはずなんだけど、あのおばあさんは持病があって、自殺だったらしいよ。むごい死に方したらしくてね。両方の耳から箸を突っ込んで、死んでたらしいわ。修二さんとそのおばあさんの関係は何であったのか、そのノートは何であったのか、それは結局わからないままになりました。最後に、おばあさんの家にもう一度行ってみましたが、その家はすでに取り壊されていました。あなたは、ユーマとかお好きですか？私、その手のお話も好きなんです。案外その辺の山にもいるかもしれません。探しに行ってみましょう。そして後日、目が真っ黒な空洞になったあなたが発見される。いやー、話すネタは増えますね。あ、でも、話し相手がいないのではダメでした。ふふ。いつも私のお話を聞いてくださり、ありがとうございます。さてそれでは、次のお話を。10年以上前になるけど、夏になると今もふと思い出してしまう、ちょっとゾワッとした話。当時自分が住んでたのは、山裾のブドウ畑と林に囲まれた、某企業の広大な敷地を縫うように、工場の施設や社宅が点在する田舎町だった。隣市に続くバイパス沿いまで行かないと大型のスーパーもなく、潰れかけた個人商店が数軒あるだけで、コンビニに行くにも自転車で10分はかかるという過疎地。その日、たまたま猫の餌を切らしてしまい、真夏の炎天下に自転車なんて漕ぎたくなかったけど、可愛いニャンコたちのためならば仕方がないと、買い物に出かけた。昼でも薄暗い鬱蒼と茂った松林を抜けて、普段は滅多に行かない旧道沿いのホームセンターを目指した。夏休み前の平日の午後、セミの大合唱がうわんうわんと降り注ぐだけで、通りには通行人の姿もなく、たまに車が行き交う程度だった。お店について自転車を止め、流れる汗を吹き吹き入り口に向かった。歩きながらふと顔を上げると、ホームセンターのエントランスの真ん前に、子供がポツンと立っていた。膝丈の白いワンピースを着た、小学校3、4年生くらいの女の子。ランドセルも背負ってないし、今日は終了式か何かで早く学校が終わって、親と買い物にでも来たんだろうと思った。ところが女の子は店内に入ることも、駐車場の車に向かう素振りもなく、その場に立ったままじっとこちらを見ている。入り口に向かって歩く自分を追うように、視線だけを動かして見てるって感じ。その様子に自分は、ちょっと違和感を覚えた。一瞬迷子か、と思ったけど店はすぐ目の前だし、狭い駐車場には車が数台止めてあるだけだし、駐輪場には自分の自転車のみという閑散ぶり。親と行き違いになるほど大きな店でもない。どうしたの？と声をかけようか迷いながら近づくと、女の子が自分に向かってニコッと笑顔を見せた。そしておもむろに、ねえ見て、って感じで、自分のワンピースの胸元を指さした。そこには、大きなブローチがついてた。ああ、なるほど、これを自慢したかったのか、と微笑ましい気持ちになった次の瞬間、思わず悲鳴を上げそうになった。ブローチだと思ったのは、手のひらサイズはあろうかという、でっかいカミキリムシだった。
その虫を白いワンピースの胸元にくっつけたまま、女の子は無言でニコニコと笑いかけてくる。もちろん自分はダッシュで店内に逃げ込んだ。虫嫌いってのもあったけど、黙ったまま笑い続ける女の子の異様な雰囲気と、それまでうるさいくらいに泣いてたはずのセミの声がピタリと止んで、周囲に人の気配が全くしなくなった無音の状態に気がついて、一目散に店内に駆け込んだ。レジにいたおばちゃんに怪訝な目で見られたのは恥ずかしかったけど、気持ちを落ち着かせようと歩き回った店内には、お年寄りが数人いただけで、女の子の親らしき年齢のお客さんは一人もいなかった。もちろん自分と入れ違いに、買い物を終えて店を出た人もいない。付け加えれば、ホームセンターまでの道のりで、行きも帰りも下校する小学生の姿を見ていない。旦那と義母に昼間の出来事を話すと、ああ。という、意味深な反応。ホームセンターのすぐ近くで一家が惨殺された事件が、数年前にあって、その被害者に当時小学生だった女の子が含まれていたという話を聞いたのは、その日の夜のこと。あの女の子の正体は今もわからないままだけど、それから半年後に町を引っ越すまで、自分は二度とそのホームセンターには近寄らなかった。私の実家の目の前、動かしちゃダメな石があるんですよ。埋まってるらしいんですけどね。怪我人が出るくらいで済んでたんですけど。ついに死人が出ましてね。おお、怖い怖い。次で最後にしましょうか。それではこんなお話。小学校6年生の時のことだから、もう10年以上前の話になります。私の小学校は鉄筋でしたが、内装は全て新木造と言われるもので、柔らかい感じが児童の心身にとても良い効果があるという話でした。実際にこれを採用した中学校では、生徒が荒れることも少なくなり、小学校でも校内で転んでの大怪我が減ったそうです。築後、10年くらいだったと思います。ただ、木の塗装した表面が柔らかかったので、爪で引っかくとわずかな力で惚れてしまうため、いたずら書きは厳禁されていました。それでも落書きをする悪書きは後を絶ちませんでした。クラス替えして6年生になったばかりの4月のことです。私は環境委員になり、放課後の活動として、落書きを見つけたら紙やすりで消すという仕事をしていました。これをやるとあちこち白くなりますが、そこには後でラッカーのスプレーをかけるのです。また、ひどい悪口などを見つけたら先生に報告するのも仕事の一つでした。この校舎は3階建てで、3階が、5、6年生、1階が、1、2年生と支援学級でした。私と生田さん、北岡さんが6年生の委員で、3人で結構張り切って消して回りました。細かい傷は無数についていて、それを全部消してしまうと後の処理が大変なので、大きなものだけみんなで紙やすりで擦りました。個人名が書かれた部分を見つけたらそこに赤いビニールテープを貼って、後で担当の先生に見せます。あまりにひどいものは、掘ったのが在校生だとわかれば、書いた子が怒られることもありました。小学生の女子は結構こだわりが強いので、隅々まで探しましたが、活動は1時間くらいで終わりました。先生に報告に行こうとしたら、北岡さんが、まだ屋上へ行く階段を見ていない、と言い出しました。屋上は立ち入り禁止になっていて、ドアにはいつも鍵がかかっているはずですし、その階段で遊ぶのは禁止されていたので、きっと落書きなどないと思ったのですが、まだ帰りたくなかったので、行ってみることにしました。その階段は一般の階段より幅が狭く、防火シャッターが降りて封鎖できるようになっています。踊り場もなく10段くらいで、突き当たりに屋上へ出る上半分がすりガラスになった1枚ドアがあります。階段は木製なのですが、予想通り調べてもほとんど落書きも、大きな引っかき傷もありません。戻ろうとしたら生田さんが、ああ、名前彫ってあるよ、と大きな声で言ったので見に行くと、
屋上ドアに近い手すりの部分に。もう行くからね。みんなさよなら、まさみ。と、掘られていました。薄い傷だったので、コンパスなどでなく、爪で掘ったのだと思いました。よく探さなければ見つけられないようなものでした。かなり埃が溜まっていたので、古いものだと思いましたが、名前が出ているのでテープを貼り付けました。その後、委員会を担当している5年生の女の先生と一緒に、確認して歩きました。先生は、みんな頑張ってやったね、と褒めてくれましたが、屋上への階段へ連れて行ってその落書きを見せると。まさみねえ。男か女かもわからないね。5年生にはいない。6年生にいる?と私たちに聞いてきました。私たちは各クラスから一人ずつ出てきているのですが、まさみという子供は誰も心当たりがありませんでした。先生は、卒業生かもしれないね。先生もこの地域に来てまだ2年目だからよくわからない。後で、長くいる先生に聞いてみるね。といい、それにしてもさよならなんてなんか気持ち悪いね。卒業するという意味なんだろうけど、と続けました。次の日も活動がありましたが、生田さんが来ていません。どうやら学校を休んだようでした。その日は話し合いだけでしたので、活動が終わった後、先生に階段の落書きのことを聞いてみたら、あれはやっぱり卒業した子が書いていったみたいだね。消しておきましたよ。そんなに深い傷じゃないと思ったけど、結構深く掘られてたね。という答えでしたが、なんだか話しにくそうな感じを受けました。帰りに北岡さんと階段に行ってみたら、綺麗に削り取られて、厚くラッカーが塗られていました。生田さんは次の日もお休みでしたので、生田さんのクラスの担任の先生に尋ねると、この季節には珍しい、インフルエンザで出校停止になっているとのことでした。そして次の日、生田さんは亡くなりました。これは後で分かったのですが、40度近い高熱で寝ている最中、お母さんがちょっと目を離した隙にマンションの5階のベランダから飛び降りたのです。次の日、朝集会で校長先生からそれについてのお話がありました。それから3日くらいして北岡さんが学校を休みました。北岡さんとは生田さんよりも親しく、元気のない様子が続いていたのでとても気になりました。そこで家に帰ってから北岡さんの家に電話をかけましたが、ずっと留守でした。夜10時過ぎ、北岡さんから電話がかかってきました。今日はお父さんとお母さんの入ってる宗教の施設に行ってずっと拝んでもらってたの。私、転校するかもしれない。この学校にいてはいけないんだって。それからね、まさみってこのことわかった。8年前に学校の屋上から落ちて死んだ6年生の女の子だよ。遺書も何もなかったから事故にされたんだって。でも、このこと忘れた方がいいよ。来るから。あの階段に行っちゃダメだよ。お母さんが怒ってるからもう切るね、さよなら。これで電話は切れてしまいました。そして北岡さんは一度も登校しないまま、転校してしまいました。新興宗教の本部のある都市に行ったと、後で聞きました。それからはその階段の場所へは近づかないようにしていました。環境委員には、生田さん北岡さんのクラスから新しく選ばれた人が来て、そのうちの海藤さんと仲良くなりました。そしてその海藤さんに階段の話をしてしまったのです。海藤さんは活発な子で、見てみたいというので、学校にみんながいる時間なら変なことも起きないだろうと思い、昼休みに行ってみることにしました。階段のあるところに行っても、他の子供たちのガヤガヤした声が聞こえてくるので、怖いという感じはしませんでした。前に書き込みのあった手すりを見ると、ラッカーが塗られた上に新たな文字が浮かんでいます。友達ができたよ、まさみ。と読めました。え、これ嘘、と私が言ったとき、けたたましい音がして非常ベルが鳴り出しました。シャーンと音がして、非常シャッターが降り始めました。大変、と海藤さんが言って、半分まで降りたシャッターをくぐり出ました。
私が下まで行った時には、もうくぐれない高さになっていました。シャッターが全部降りると非常ベルの音が小さくなり、コツコツという音が、背後からするのがわかりました。振り返ると、屋上へのドアのガラスを外側から誰か叩いています。すりガラスに人の影が映っています。やっとガラスに頭が出るくらいの背丈で大人ではありません。その人の右後ろにもう一つ影が見えます。ここ開けて。亡くなった生田さんの声です。それに重なるように、あ、そ、ぼ、う、よ。別の声も聞こえてきます。ガタガタとドアのノブを揺するような音がしてきました。私はドアに背を向けて、階段の下のシャッターをガンガン叩きました。屋上へのドアが開いた音がします。思わず後ろを振り向くと、逆光でよくわかりませんでしたが、ねじくれたような人が、半分開いたドアから入ってこようとしています。私は涙でびしょびしょになりながらシャッターを叩き続けました。誰かいるのか？男の先生の声がします。誤作動だ、今開けるからな。シャッターがゆっくりと上がり始めます。膝くらいの高さになったところで、身をかがめて這い出し、先生の手の中で泣き続けました。シャッターが完全に上がった時、ちらりと階段を見ましたが、屋上へのドアは閉まっており、そこには何もいませんでした。春は出会いと別れの季節。そして山崎のパン祭りの季節です。あ、でも私、普通にパン屋さんの食べますけどね。どこか寄ってから帰るとしましょう。さて、またどこかでお会いできるといいですね。それではごきげんよう。